お疲れ様です。速稼塾の久保です。特別定額給付金の話題を去年かなりお届けして、そして今年のね、夏ぐらいまでずっとね、その話題を提供してきました。というのはですね、さまざまな政治家さんの発言とかね、それから省庁の意向、こういったものを勘案していくと、やっぱり第2弾の特別定額給付金10万円一律給付は積極的にやるべきだという声がね、たくさん上がってるんですよ。で、唯一の抵抗勢力が麻生財務大臣なんで、麻生財務大臣はね、めったうちにこき下ろしていたんですが、今回ね、岸田文雄総裁が誕生したことによって2つの光が見えてきました。1つはですね、この岸田文雄新総裁、これ岸田総理になると思われますけども、岸田総理はですね、いわゆる長老議員、二階幹事長とかね、麻生財務大臣もそのものですけども、こういう人たちがいつまでも同じ職位にずっといるから、だからね、若手が育たないし全然変わっていかないんだというふうに自民党改革案をぶち上げてるんですよね。というところで、任期は1年最大3年というふうなことを明言されて、今回総裁選に立候補しました。そしてそれを受けて二階幹事長も、私の立場に、気兼ねせずに人事をしてくださいというふうに菅総理に申し上げたのも、記憶に新しいことだと思います。ということでね、1点目はですね、麻生財務大臣を更迭する、もしくは麻生財務大臣を別の財務大臣にすげ替える、この可能性が非常に高いというね、私たちとしては非常に喜ぶべきことになりました。全国1億6000万人の麻生大臣ファンの皆さんには非常に悲しむべきことかもしれませんけども、新しい時代の幕開けをお楽しみください。そしてもう1点なんですけども、この岸田新総理はですね、国民生活支援をずっと訴えていたんですよ。その記事をちょっと思い出してみましょう。私も動画に撮ったんですけども、こちらの方ちょっとご覧いただけますか。はい、これはですね、2021年9月11日ですから、今月の中旬のインタビューなんですけども、ここにですね、こうあるんですよ。思い出していただきたいんですけども、ここですね、一人10万円の特別定額給付金は再支給可能性はあるんですかとインタビューしたら、岸田新総理は、現金はしっかり配りたいと思いますとね、給付の対象については今後詰めるということだったんで、ここですよね。一人10万円の給付金が、岸田元政調会長ね、国民に届いてないというふうにずっと懸念してましたんでね、今回総理になって指揮権発動してくださるんじゃないかなと私は期待してます。で、私はね、広島県にずっと生まれ育っております。速稼塾は広島にあります。で、この岸田文雄新総理も広島県の国会議員です。私たち広島県民の声をよく吸い取り、そして岸田新総理はですね、ずっと今まで議員時代、広島のメディアに出まくってですね、私たちの国民の暮らし、主に県民の暮らしにすごくね、寄り添ってくださいました。残念ながら広島県以外の都道府県には、岸田さんって誰?みたいな感じで全然報じられてないのが事実です。やっぱり知名度で言ったら河野大臣の方が多分上だったと思うんですよね。政調会長ってそのぐらい重責なんですけども目立たないんですよね。というところでね、今回私は岸田文雄新総理、大歓迎でございます。自民党もね、自民党、党自体の人気を取り持つために、大きな刷新出たんじゃないかなというふうに考えてますけども、ただ、ちょっと心残りは、高市早苗さんもね、プライマリーバランス、これを凍結するというね、大なたを振るってくれそうだったんでね、高市さんが財務大臣になっても、それから西田昌司さんが財務大臣になっても、今回はなんかね、いいんじゃないかなと思います。とりあえず、麻生財務大臣お疲れ様でした。もうあなたはいりません。邪魔でございます。ということで、今回の動画を終わっていこうかと思います。いってらっしゃい。